をするんですけども、うん、さあ、美味しいでアイスクリームとかフォークラッチャーミートなどは、ね、ンスコーン、サタンダギ食べてみよう、パフェありがとう、ゴンタ試食、まあ、たっか、あれよりも超でかいやつあったけど、家に12万するんだ、あれの倍ぐらいするやつ家に飾ってあった。なんか結婚の時の引き出物で、ウミガメ剥製100万するって言ってたけど本当だったんだろうね、多分。また果物の方ではマンゴーね、使ったマンゴープリン、ね、マンゴーケーキ食べられますね。ちょうど今マンゴーのね収穫の時です、はい、マンゴープリンとかマンゴーケーキ、マンゴーパイとか、これかっこいいな、これかっこよくない、ホテルでも風船10個ありがとう、はい、必ず送料かかるものです。ここでお菓子1個からでも、ね、ワンコイン500円で宅配、あ、琉球の布を売ってるね、いかがでしょうか、はい、まとめてワンコイン500円で、映像来てる、違うところ、どっかおすすめのところあったら教えて、太鼓良くない、太鼓売ってるんだけど、太鼓、え、これいいんだけど、これ琉球太鼓でしょ、パーランクって、これ良くない？どんな音するんだろう？これね、琉球太鼓だよね。どんな音するんだろう？1800円で安いよ。パーランクの。お持ち帰りなされ方、ワンコイン500円にてオープンした。無料のお店の時は8000円。で、これから送料無料となりました。はい、それぞれ。遊びの先にもお土産お買いなさってきたら、今、こちらでどうぞ。また、トロピカルコーナーにおきましては、かわいいでシーサーなど。はい、そして、沖縄らしいクリアファイル、沖縄方言で書かれてくれました。このシーサーいいな。はい、T シャツコーナーでは、このスイサーいいね、チャリバー頂点のクリ、これ良くない、ウビンチの宝などの沖縄に、ね、どうぞ方言で書かれた T シャツなどもあります、このスイサーいいな、さあ、まとめて8000円超えた場合には送料無料、送料無料とお届けです、これ何でできてるスイサー、木かな、このスイサー可愛い、あと日数はかかります、沖縄からの宅配ね、はい、3日ではかかりますもので、T シャツコーナーでは沖縄の方言で縛りよー、これやってみて、さあ、来るないさ、さあ、来るな、やってきないよ、さあ、お客様、お客にはルーシースパムを売ってる、私たちはアメリカの人の内緒だって呼んでいます、アスメの隊員いらっしゃい、なんと、パンのカッカクリーム、ないわ、わ、これいかがでしょうか、定食か、こっちは、お土産に欠かせないお菓子コーナー、お酒コーナー、冷凍コーヒーコーナー、焼き物シーサーコーナー、冷凍ガラスコーナー、冷凍コーナー、すいません、こういう沖縄っぽい柄ので男物ってあるんですか、こういうない、これ女性向け、これは男女兼用で、あ、男女兼用なんですか、はい、ありがとうございます、うんうんうん、男の人が来ても別に変じゃない、大丈夫大丈夫ただの稼ぎ柄なありがとうございます、はい、俺引けるよ、三振少し少しね、そうマジで持っててくるよ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった、すごいな、ギター感覚、あ、
スマ歌？あ、お、すごいすごいな。すげえ。すげえ。忘れちゃった。すげえ。忘れちゃったよ。ギターがあれば買うといいですね。だね、あの三振ね、あのフレットがないから難しいんだよね。こんにちは。顔顔。と共に海を渡れ。これかっこいいな。9から2もトイレットペーパーが使う。いや、弾き方忘れちゃった。弾き方忘れちゃった。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。そこはなんかお土産屋さんみたいなやつ。お土産屋さん。T シャツだ、これ。ああ、あったあった。これ欲しいのあった。あったあったあった。これ買おう。これ何なんだろう。これ。これがミンサーとかいうやつだよ。これ。テーブルだ。ミンサー良くない？ミンサー。でも、ミンサーのテーブルマットだもんね。なんかミンサーのなんかないのかな？いいやつ。ミンサー綺麗だね。お土産の方では今なお有名な欠かせない大切な大切な建材品、ささやきから生まれるアルカリ体健康食品の国産製品、コーヒーやお役作りとっても、あーでもな、ミンサー、そして歴史の中で来てきた明治時代、ミンサーの なんかいいのないかな。懐かしいアイラから来たことです。今日ではちょっと微妙だな。テーブルの布しかないね。おお、ゆめちゃんいらっしゃい。手下げバッグ。エプロン。どうしようかな、これにしようかな。おお、ヒカルさんお疲れ様です。久しぶり。ブックカバー、ストール。風船ありがとう。サンバいい。カスタムネットみたいな。サンバ。サンバか。サトウキビジュースとかあんの？中央にて半額セールにてお買い求めできます。リオンビール。この度
旅楽しいした、風船さんからありがとう、ポンタさん、はい、アイテムありがとう、うん、お土産屋さんだね。お土産屋さん。え、嘘、シーサー作る、千何円、やろうよ、嘘、シーサー作ろう、シーサー作ります。どこで作れんの、ここ、いいじゃん、色塗る感じじゃないの、そう、色塗る、手作りシーサー、なんて言えばいいの、とりあえずここ座ってこう、俺も手作りシーサーやります。これをやっとかないの、これやっとかないとダメだね、ペペチそばとかあるやん、ある、これ誰に頼めばいいの、え、シーサー、もうすぐ来るはず、もうすぐ来る、じゃあ、給食からやっと座ってる、あ、すいません、僕もお願いします、ちょっと昔があるので5分くらいちょっと待ってください、5分くらい、はい、あ、じゃあ先飯食ってください、僕もやります、2名、はい、じゃあご飯食べようか、あ、大丈夫ですよ、ご飯食べよう、さっきくるくる、うまそう、そっち、Cさんの目のとこ大事だよ、へえ、やめて楽しみになってきた、やばい、やばいな、Cさんに色付けする感じ、そうそうそう、うん、ヤギ汁ってのは、あ、ヤギ汁なんですか、ヒメウリボゼ、ソウキそばもあるし、テビジそば、あるわ、沖縄そばとかあるわ、お仕事でいいですか、ありがとうございます、すみません、すみません、海ぶどうサラダと、テビチ、単品でテビチ、単品テビチで、どうしような、どれが一番定番ですか、沖縄来ましたっていうやつなんですか、それがいいですよ、お肉が、このお肉が1個ずつ入ります、あ、そうなの、沖縄そばは三枚肉の角煮、ソーキそばは骨付き肉、スペアリブですね、これは豚の豚足です、じゃあ沖縄そばで、これはいいですか、肉3種類はいいですか、手口をちょっと完璧頼んだもんで、じゃあもう沖縄そば、はい、沖縄そば、沖縄そば1つ、はい、そう、じゃあ僕はソーキそば御膳で、ソーキそば御膳、はい、
強いのが大人やな。海ぶどうサラダ一つ、単品で手びち一つ、沖縄そば一つ、ソーキそば御膳一つ。はい。以上でいいですか。あとタコス一つ。タコス。はい。1P。1個でいいです。はい。はい、ジーマービー豆腐って美味しいですか。ピーナッツ味ですね。タレが甘いです。じゃあそれ。デザートみたいな感じなんですか。それとは違う。デザートは、はい。ジーマービー豆腐一つ。あ、僕もさ、僕もジーマービー。ジーマービー二つ。うん。フーサゲとバーガーと、フーサゲとフーサゲとバーガー。ビールとかもありますよ。ビール飲み物どこに書いてある。ドリンクメニューあれ、あちらにあります。飲んでいいよ。嘘、俺普段飲まないもん。そうだ、ね、夜飲むじゃん。夜飲む。マンゴージュースで。マンゴージュース。どうしよう。ゴーヤジュースって美味しいですか。調整されてるので苦くはないです。いろいろ果物が入ってます。じゃあゴーヤ、ゴーヤジュース。少々お待ちください。ゴーヤジュース。お疲れ、ありがとうね。お疲れっす、シマンチさん。今ね、なんだろう、北部じゃなくて全然南部、糸満か。そう、糸満。ありがとう。俺ピーナッツあれでいいんだろ。ピーナッツ好き。ありがとうございます。あ、これサーターアンダギー。サーターアンダギー。うわー、すげえ。ありがとうございます。あ、かわいい。小さくてかわいい。ゴーヤコマス。すげえ。つくだにですね。当店でしか販売してないです。つくだにですか。つくだに。つくだに。うわー、ドルドルさんみたい。いただきます。こんな感じ。サーターアンダギーとつくだに作れたサービス。皆さん、今ちょっとうちのサーターアンダギー。うわ、サーターアンダギー。まだ、いただきます。白いね、うん、ま、T シャツめっくれずに。ありがとうございます。ああ、丸いドーナツやね、うん、食べたいもの全部揃った。これ、うん、うまうま。素朴な味だよね。うん、あ、うまい。これうまうまうまい、うまい。もう普通にご飯にかけて食いたい。すげえうまい、うん、あ、うまい。普通にうまい。うまいよ。うん、まうまい、うまい。あ、なんかすごいプチプチしてるわ。なんだろうね、このプチプチ。まず喉やられたな。喉？うん。リア突してくれた人ね、あのテルチャンピン名刺があるから。何それ。え？うわあ。やったやろ、やったやろ、完全にやらかしたやろ。え、これ。でもこれ晒していいの？いいよ全然。あ、番号とか。全然いいよ。一体やつだよこれ。個人事業主で、あの全然成功しないやつの名刺だよこれ。いいでしょ。この名刺渡されたら俺取引しないもんね。静岡 35.7 度、やばいな。夏やな。この名刺あかんだろう。ちなみに内輪はこれと同じの顔。ああ、もうあれ。このつくだに美味しかったね。
影してるんですよ。嘘。うん。行ってら。那覇方面行くよ、シマンチさん。今日の夜にはもう那覇にいます。あ、もし、リアトツいつでも大歓迎なんで。そうだね、前略プロフ並みに荒いよね。わかるわ。やっぱ急激に悪くなった。おい。あ、僕がゴー、あ、ゴーヤじゃないや、ごめん、オーレマンゴーだ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、こんにちは、ガンコさん。そろそろ1時間経つんで、応援してくれる人、アイテムお願いします。お、片道1万1000円だよ、片道。安いよ、マピさん。お、これ風邪薬。これは喉の痛みとか。あ、風邪薬。ありがとう。これ一錠。三錠。三錠。飲んじゃう。食後の方がいいかもしれない。わからん、わからんけど。多分食後。大体崩れる食後。食後だわ。ゴーヤージュース。タコス、はい。どうぞ。うじゃあ、サルサソースですね。はい。海ぶどうのサラダです。はい。うわ、海ぶどう、すごっ。海ぶどう。こちらにつけてお召し上がりください。いただきます。いただきます。あ、都合が、ぜひぜひ。いつまで滞在？帰りたくなったら帰る。いただきます。サルサソースをかける。いただきます。いただきます。うん、うまっ。北口さん、花火ありがとう。うまっ、うまい、うまっ。すごいね、海ごと。うわ、うまい。どんどん詰まったって、これ。ありがとう。パリパリタコスや。うわ、うまい。うん、うまい。どうされた？うま。うまい。プチプチ。あ、手びち。手びち。いいよ、これ。うん。うん、大丈夫。いい？うん、手びち。豚足？豚足。なんで現地の人、海ぶどう食べないんだろうね。
キラさんいらっしゃい。おはようございます。電波悪いの。おはようございます。電波悪いな。うん、日本やな。はい。はい。お願いします。こちらを取ります。うわうわ。うん。はい。あ、はい。はい、大丈夫です。うまっ。そういや昔リスナーさんで足手びちってやつおったわ、名前がそういう意味やったんや。何のこと、何の名前なんかなと思って。沖縄の方言だと思うね。すごいな。うわ、すごいな。ソーキそばいただきます。いきます。あ、うまいな、ソーキそば。うん、あ、うまい。そう入れんの、うん、お足がそう食べる、うん、あ、ここのそばおいしい。あ、ありがとうございます。あ、うまい。あ、ここおいしい。でもいけるわ、ゴーヤジュース。そうか、全然いける。うん、ちょっと最後の方にゴーヤっぽい感じが来るけど、全然いる。全然苦くない。なんかフルーツをいっぱい入れとるらしい、うん、うまい。うまっ。どこに酢を入れんだろ。コントロさんいらっしゃい。うまっ。おいしい。うまっ。こんにちは、メルさん。ありがとう。うん、これグースね。何この人参、うまっ。え、何この人参。これがあるの、ね、うまっ。え、なんでこんな甘いの。え、何これ。人参甘っ。うまっ。びっくりした。プロ大歓迎です。うまっ。え、何これ。あ、え、これ入れると全然違うわ。うまいの。ちょっとな、ピリッと、なんかピリッとする。うまい。うまい。あ、俺こっちのが好きかも。
うまい。これ島唐辛子ってやつ。これなの。ちょっとな。あ、俺絶対ダメだ。これどうしよう。え？絶対ダメだ。いやでもあの酢っぽくないね。うん、大人なやつだこれ。ダメだ。島人参かな。人参甘くてうまかった。あ、これめっちゃうまいわ。泡盛に唐辛子を漬け込んだもの。あ、そうなんや。え、飲酒運転でならんやろ。そんな言うことは聞いないから。うん、まっ。マジで。こんにちは。うん、まの前のオリオンビールかな。そっとがいいな。うまいな。島人参うまっ。ほとんどさ沖縄のものを食べてきたんじゃないの。うん、これね、もう制覇だよね。なん、うん、そっともうまい。ここおいしいものと出会うとうまいしか出ないから、うん、食レポとかじゃない、もううまいが食レポなのかな。そばってラーメンに近い。ラーメン、うん、ラーメンだね。何でや、何で作っとんやったかな。なんか小麦粉だけやった。小麦粉だね。あれ、な、細いうどんだからラーメンだよ。食べた。おー、なになに、覚えとんな、お前。わかりた。肉の、今あるよ。うまかった。フォローありがとう。ハラベと小さな何色になるか楽しみ。もうすごい個性がもう出るんだろうね、これ。安いかな、まあ、マッチはこれ。まあ、そうなんだね。お、すごい弾力がある。お、すごい弾力が硬いですよ。これパソコンソフト。これがなんとか豆腐だ。ココナッツジーマミー豆腐。
なってて、うわすげえ弾力、すごい粉がやばいな、なんだこれ、ココナッツミルクで作るんでしょ、これってデザートにするべきだと思わない、もっと甘くして、うん、食感とあれ的にお、裸来たわ、裸の王様、どれには何買ってくの、いやいや、いらないでしょ、あんなゴミくずあんなゴミくずに買うものなんてない、フフフフフフフうずうずしちゃってるんですけど。どこで生産するの？ね。あ、うね。全然違う、全然違う、だってジュースと1000円に、あ、いや800円で、じゃあ2000円ずつしようか、うん、めちゃくちゃだよ、ね、ここはもう喧嘩しないのに、すいません、なんかジーマミ、なんかね、ちょっと惜しいんだよ、素材とかポテンシャルは高ない、すいません、すいません、お会計で、あ、そうなんですか、あ、そこだ、はい、俺やってくる、あ、ありがとう、あ、ランディいらっしゃい、あ、どうも、ハーダイだ、電波がな、ちょっと弱いのが嫌だな、どう固まったりするのか、両方固まったりするのかな、どれいらっしゃい、ナイス、まだ優しい、俺の嫌いじゃなかったけど、そんないらないか、5本でいいかなみたいな、嫌いじゃない、嫌いじゃない
5本ぐらいでいいかな。ごちそうさま。なんかシーサー残念な感じだった。シーサーがすごく残念な感じだった。シーサー塗ります。ちょっとジュース飲んだから行くわ。あ、キューピーさんおはようございます。おはようございます。うん、あ、これいいんじゃないの。これドレさんのお土産、これ、あのソーキそばの豚の骨、これドレさんにこれドレさんにこれあの投げよう。ソーキそばの豚の骨、これお土産に。どう、しゃぶるとソーキそばの味するよ。チューチュー。ワドありがとう。マンゴージュース。シーサー。これ色塗るん？すごいわ。よいしょ。どんな感じですか？小さい大きい方は2160円、2100、小さいのは1620円です。ほうほうほう、どうしようかな。でも1個だけにしたからもう。それセットの、俺いいや僕大丈夫です、うん。じゃあテル、俺その辺で遊んでくるわ。ちょっとシーサーエグかった、うん、いいや。なんかちょっとなあれだったわ、エグかった。あれに色塗る感じにはならなかった、うん、エグかった。これ傘いいね。あれはちょっと1600円良かった。いや、シャイナっていうかもうほんとひどかったな。いや、あれに金払うことはできないわ。タバコそう。いや、あれはなくない？ちょっと。あれはさすがに金払えないでしょ。あれシーサーじゃないもんだって、どう見たって。あんなの認めねえよ。あんなシーサー認めねえよ。タバコ売ってっかな。だって顔ぐっちゃぐちゃだったもん。塗るだけだけど、もう造形がシーサーじゃないの。なんかもうなんかぐっちゃぐちゃな人形だった。うん。タバコ売ってないのかな、どっか。すいません、この辺でタバコ売ってるところってありますか、コンビニみたいな。
こんなか売ってますかね。ちょっと見てみます。もしコンビニだとしたら、はい、1キロ、はい、1キロに、うん、米酢という町があるので、はい、そこにファミリーマートがあります。あ、ありがとうございます。一番近いの1キロ先にファミリーマートがあります。はい、はい、ありがとうございます。聞いたら、はい、あると思うんですけど、ね、ありましたね、はい、ありがとうございます。タバコ売ってるかな。あ、売ってる。タバコ売ってるわ。あ、本当だ、沖縄のタバコある。すいません、タバコください。なんか沖縄だけのタバコってどれなんですかね。あ、じゃあバイオレットで。はい。あ、310円ですか。安い。ちょっと待ってください。あ、どうぞ。お父さんからプレゼントだよ。沖縄の思い出に残り、きれいな瓶型柄のハンカチと、お台所でいつも使う瓶型柄のエプロンだよ。そして、かわいいお花さんには、ユニークなミニシーサーはいかがでしょうか。ごめんなさい、1000円くそくそなんですけど、申し訳ないです。この度、楽しいシーサー、嬉しいシーサー、よかったっさー。はい、シーサーコーラです。大きく大きく口が開いているのはオスのシーサー、口が閉まっているのはメスのシーサーです。ところで、シーサーのぬいぐるみもあったよ。はい、さーん、こんにちは。そして、レンタル、ごいらっしゃいませ。はい、690円。さて、T シャツコーナーでは、あ、大丈夫です。バイヨー、ありがとうございます。あ、作れないよ、さあ、さあ、読むよ、やってあげないよ。さあ、お客様、お次は、ルーツのアイスクリームです。私たちはアメリカの目のフランスの人たちなどを見てここでしかない。お願いします。アメスピはね、あのコンビニじゃないと置いてない。いかがでしょうか。え、まずいのこれ、買っちゃったよ。まずいの、310円だった。大丈夫だよ、まずかったらあのドルさんにあげるから。お土産っつって、お土産さまずいの？マジで？そんなにみんなまずいって言うじゃん。そんなまずい？バイオレットいきます。バイオレットちょっと短めだ、気持ち短め。あれ、ライターがない。あれ、ライターがねえな。あれ、ライター、テルにライター借りてくるわ。
ございます。沖縄の糸満だね。じゃあ火つけてみます。行くよ。若葉よりうまい。若葉より重さがあるの。若葉より重さがあってしっかりあるんだけど、なんだろう、煙の濃さはあるんだけど、なんて言えばいいのかな、なんて言えばいいんだろう。これは煙の強さ、濃さ、濃度はあるんだけど、若葉よりうまいね。若葉よりうまいね。でも全然悪くないよ。全然悪、なんだろう。何かが足りないんだよな、圧倒的に。悪くないよ。うるまじゃない。糸満。いや、悪くないよ、全然。あれ、なんだろうこれ、何が足りないんだろう。悪くないけど、もう、俺は、あんま好きじゃないかな。何に近い？ピースに近いのかな？バイオレット。減るの早いな。いや、バイオレット吸ってんの悪くないよ。別にそんなまずいって、まずって感じじゃなくて、310円って若葉と同じくらいでしょ。フレーバーかな。うわ、うまいタバコだわって感じじゃなくて、好きな人は好きだと思うよ、バイオレット。好きな人は好きそう。あ、ゴールデンバットに近いかもしんない。それだ、ゴールデンバットじゃない？これ。多分そうだ。ゴールデンバットだ。多分そうだよね。ゴールデンバット吸ったことある。バイオレットとゴールデンバット両方吸った人はわかると思う。ゴールデンバットに近い。うん。なんか昔のタバコって感じだね。いや、今吸ってんのよ、バイオレット。悪くないけど、全然。もう減った、もうない。早いな。台風近づいてるね。なんか俺不景気だな。なんでこんな花火上がんねえんだろう。いつもアメスピ。俺お気に入りはアメスピだね。アメスピに勝てるタバコはないと思ってるから。あ、でも思ったよりまずくなかったな。全然。もしよかったらフォローしてってください。俺が食べたさ、俺が食べたのなんだっけ、ココナッツ、ピーナッツの豆腐なんて言うんだっけ。アメスピうまいよね。
チーマーミー豆腐ありがとう。ありがとう。美味しかったね、ソーキそば。チーマーミー豆腐は口に合わなかったね。なんか別にまずくないんだけど、なんだろう。なんかデザートにすればいいのにって思った。食感がすごい、もちもちのプリン、もちもちなんだよ。で、ピーナッツ味だから、ちょっともったいない感じがした。甘いっつうかなんか、麺つゆの、甘くした麺つゆみたいなの食べたけど、味付けっていうか、だからプリンみたいにすればいいのにって思ったね。ピーナッツなんだよ。だから甘くしてさ、ツイッターにご飯と防空壕をあげましたよ。防空壕と、あとご飯をツイートしました。もう防空壕行っちゃったよ。でもハブが出そうで中に入らなかった。ハブ噛まれたら1時間以内に死ぬんだって。でハブ出そうだったからやめといたね。フォローありがとう。フォローありがとう。こんな住宅街にいきなり出てくるんだと思ってびっくりしちゃう。シャコおかえり。沖縄行きたくなってきた。でもどこに行くのかじゃなくて誰と行くのかだと思うよ。どこに行くのかじゃなくて誰と行くのかな。今日花火ですね。さっきの枠6発で、さっきの枠6発、2発なんで8発しか上がってないですね。ちょっとやばいですね今日。8発しか上がってない。絶不調。なんなんだろう。全然ダメダメっす今日。やばいですね。ピーナッツの豆腐。うん、食べたよ。ジーマーミー豆腐でしょ。風船3個ありがとう。ポンとアイテムありがとう。あざーす。テルチャンピオン上がりまくってるよ、もう。テルチャンピオンノルマ1日40発なんだって。マジっすか？あざーす、キューピーさん。夜、夜な夜なこう。キュービーさん、あの、大分で花火の火薬詰めてる。ふふ。風船ありがとう。ハワイと違って華やかさはない。いや、華やかだよ。全然。こっちはほら、あの、ひめゆりの塔とか、戦場があったところだから。めちゃめちゃ華やかだよ。ショッピングモール、あの、シャタンの方とか。メルちゃん、風船ありがとね。初見さん、ありがとう、青さん。あ、出先なんですね。了解でーす。
初見さんアイテムありがとう。もしよかったらフォローしてね。ていうかマジ風やべえな。風を呼び嵐が来た。たまごさん風船4個ありがとう。ありがとう。てんててんてんてんててんてんてんててんてんてん。テルとカラオケ行きたいな。ていうか、あの、皮が痛むね。皮がすげえ痛む。皮製品ダメだわ。あの沖縄では。ボロボロになってくね。帰ったらメンテナンスしないと。潮風にやられてんだろうな。いや、テルもう、あれっすよ。テル今4位ですよ。テル今、もうこの4日間、3日間でいくら稼いで買ったかっていうと、テルチャンピオンは、ちょっと待ってください。今4位で、12万だから、あとどれくらい負けてんの？僕今マンスリーランキング、マンスリーがですね、ちょっと待って、テルとどれくらい差ついてる？テル100万稼ぐかんな。今月もなんかテル100万いきそうじゃね。俺が27位なんすよ。27位。あ、違う。俺27位じゃない。ちょっと待ってください。俺いくら、いくつだ。俺何位だ？マンスリー。26位か。もう8万円差ついてます。テルに。ボロ負け状態ですね。8万円差がついちゃってます。テルとカラオケ行きてえな。やばいっす。あそこのテルはもう今もうトップ上位ランカーになっちゃってるんで、やばいっすね。そんなに金貯めた目標は、俺の夢が配信で億万長者になりたいの。配信ってこんなにいいんだよって。もちろんお金だけじゃなくて、その、配信っていう仕事をもっと広めたいし、旅もできて、仲間もできて、好きな時間に好きな光景が見れて、で、みんなにこうシェアできて、いろんなこと。こんなにいい仕事ないよっていうのを、結果を出したいんだよ。シーサー塗り、いや、後で持ってくるから、ひどいからシーサー。シーサーじゃないもん、あれ。ね、カラオケ行きたいね。あれは、ちょっと、普通のシーサーじゃないに。後で、テルの放送見てごらん。年収1000万行ってない、俺。俺、ふわっちの収入、先月が50万だったの。で、テルは100万超えたから。収入テルにか今勝ってるのはね、閲覧とフォロワー数は勝ってるけど、あの収入も捨て頃も全部負けてる。俺の方が閲覧あるのにテルに負けてるってちょっと悔しいよな。楽しいさー。山崎パンさんいらっしゃい。やべえな、喉マジでいて。先月は誕生日と捨て頃のバブルがあったんだろうね、多分テールは。俺ね、でも誕生日でも 5万プラスぐらいだったから、やっぱ根本的に負けてるよ。テルは1000万いくだろうね、今年。年
豆腐よう食べましたか。豆腐はね、あのツイッターに写真あげたよ。シークワサー豆腐食べた。シークワサー豆腐、あ、違う、間違えた。ジーマーミー豆腐だ。ジーマーミー豆腐食べた。シークワサーはフルーツか。ツイッターに写真上がってるよ。シークワサーで豆腐なんか作れねえわな。公表するっていうか、あの、いや、違うよ。あの、普通の収入、YouTube とかステッカー販売とか全部入れたら、先月60万を超えてるよ。ただ、ふわっちの収入はバレちゃうのよ。ふわっちの収入バレちゃう。シークワーサー豆腐はねえわな。柑橘系の豆腐ないよね。あー、食べてないっす。俺、お酒飲めないんですよ。いやー、いいよいいよ。荒野にディスられてる。いやいやいや、1日100万稼ぐ人がよく言うわ。1日100万円稼いでるでしょ、キューピーさん。100万円以上か。年収3億円超えの人がよく言うわ。いやいや、ガン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 稼ぎたいよ、やっぱり。俺もやっぱね、結果出したいよ。フェラーリ買おうと思ってるんですよって。車4台目でしょ、なんだっけ、ハマーとなんだっけ、レクサスだっけ。キューピーさんもう今ウハウハだよ。スクガラス豆腐、キューピーさんね、あの、もっと昔、あの、生放送、生主さんだったのね。で、あの、もう引退して、最近ふわっち復活したんだけど、昔ちょっと、トツとかでお付き合いがあって。これがキューピーさんね。はい、どうも、こんにちは、悪魔のキューピーでーす。って言って。かわいいでしょ？うちの今ナンバーワン花火師さん。かわいいでしょ？キャワワって言ってみんな、キャワワって。めっちゃかわいいでしょ？キューピーさん。怖い。似てるっしょ？どうも、東さん、おはようございます。キャワワ。あの、600万円の指輪つけてるから。600万円の指輪。イエローダイヤモンド6キャラットだって。コメント遡って、何？スルーしちゃった、俺。笑。昨日、正直、167万でした、純利益。純利益で167万も稼いだんですか？やば。純利益で売り上げじゃないんでしょ。やば。金持ちすぎるよね。いや、ダイヤ一粒くださいって本当にくれるかもしんないから。黒くなってるやっぱり。だね、あの、一日160万稼いでもね、ご飯ね、こんな感じだから。プッチンプリンと、柏餅と、蕎麦と、お稲荷さん。これ、ニートの食事みたいな感じだから。え、これ、キューピーさんの家なの？キューピーさん。これ、キューピーさんの庭？これ何？これなんすか？キューピーさん。これだけよく分かんなかったんですけど、これなんかの公園ですか、これ。
これ、え、これ庭錦鯉買いすぎだから。錦鯉買いすぎだから。やば。やばくない庭だってこれ。石垣島行かないかな。すげえな。めちゃめちゃ成功してんな。庭だったんだこれ。財布の中こんな感じだって。財布の中こんな感じだって。え、さっきの鯉一匹いくらぐらいするんすかこれ。錦鯉って一匹いくらぐらいするんすかキューピーさん。これやばいっしょ。どういうことこれ。これ錦鯉うじゃうじゃいるんだけど。これ一匹いくらするんすか。鯉は安い。あ、子供のために。え、これ子供のペットなの。ちょっと待って、あの水槽にグッピーとか飼ってあげるとか熱帯魚飼ってあげるっていうレベルじゃなくて、子供が魚好きだからって言って水槽代わりにこんなでかい庭作ったの。いや、俺にね、あの50万1ヶ月稼ぐ方法よりも、あのキューピーさんにね、1日で160万儲ける方法聞いたことは、聞いた方がいいよ。キューピーさんに興味ある人は、キューピーさん、生放送もやってるから、あの、フォローしてください。うん。キューピーさんフォローしてみんな。のんちゃんいらっしゃい。400円の金魚4匹いる。うん。海火事テラスから。10万すんの？へぇー。やっぱ。やばいよ、これ。花火何発もらったら50万だから、俺の収入50万だから、花火1000発で50万だね。花火1000発、1ヶ月で。アッキムさんフォローありがとう。すごいよね。こんな生活してみたいよね。すごいよね。日焼けかなこれ。鯉はお金になるんだ。高いのは2匹。200匹。お母さん必死だもん。やば。200匹。すげえな。あれからな、そうだよね。こんな車だって。ハマーとこれ乗ってるんだって。ここに置くの。すごいよね。これは実はカリウシウェアだよ。あの、テルチャンピンに買ってもらったの。カリウシウェア。キューピーさんは授業で成功したんだって。3年前ぐらいからもうずっと1日の収入が100万ぐらいなの。そうそう、あの、なんだっけな、あの、電車の運転手さんとか公務員の人もこの服着てたよ。みんな清掃なんだって、カリウシウェアは。いや、何の授業か知らない。
入れ墨に見えた。俺若い衆じゃないから。ともさんこんにちは。出したね。帰りに大阪寄って行ってそのまま一日店長やってそれで東京帰るよ。してたら吹っ飛ぶって聞いたよ。沖縄の台風。キムさんフォローありがとう。カズキさんありがとうございます。遅いな、テル。まだ時間かかりそうだね。あ、いいっすよ、全然気にしなくて。全然気になくし、大衆酒場うなさん、ごめん、煽りやめて。いや、コメントし普通にしてください。キューピーさん全然気にしないで。アキムさん、フォローありがとう。アイテムありがとう、全10個ジャンプしたら飛ぶ。日焼け結構したね。3人ゼロくらいでいけるんですよ。そりゃセンスだね。それと思ってねえやと思って。本名島津、あの島が違いますね。山辺に鳥分家なんですよ僕。だからあのそっちの本家の島津じゃなくて山辺に鳥です。大日本核連隊さんいらっしゃい。楽しい。そうですね。あ、あれカメラ忘れた。一部言ってなかった。最後が。もう売ってない、もう一部売ってない。あの、あそこ行きますね。国際通りに行きますよ。もしよかったら皆さんフォローしてってください。国際通りまで行ったら間に合わん。あ、カツの大森さんフォローありがとう。
これ1名が間違ってます。はい。はい。シュレーのもんもいい。シュレーのもん近いのかな。シュレーのもん。シュレーのもん。あ、ご褒美ケーキ10個ありがとう、アッキムさん。玉仙道ね。ほんとほんと。シュレイモンか。ガマに、ガマがわかんないな。いい、キューピーさん、僕大衆酒場ウーナーブロックします。あ、ブロックしました。ブロックでーす。あ、キューピーさん、あの、気にしないでください。玉仙道まだ行ってない。クモンリュウいらっしゃい。沖縄だよ、まだ。沖縄、沖縄。今、糸満の方にいる。あ、いや、もう民泊からだいぶ離れたよ。あそこには戻んない。天気はね、今日台風だから曇りだね。曇り。テレシャンピンは車返しに行くから、俺国際通りでプラプラするつもり。天気悪いね、今日は。クモンリュウね、あの、俺のツイッター見たらいろんな風景の写真いっぱい載ってるよ。プロフィールページに俺のツイッターのリンクあるからさ。奥間ビーチがある北方面。北方面はもう行った。あの、瀬底ビーチ。瀬底ビーチ。じゃあ、瀬底の大橋か。瀬底橋のところ行ってた。まだ確保してないよ。あ、じゃあ今日ね、テルがホテルツインだから、ワドも一緒に泊まっていいよって言ってくれた。予約したホテルがツインなんで。ただ肌が弱くてブツブツだね。肌荒れちゃってる。ベトベト。汗もがすごい。テルチャンピンは5日に帰ろうかなみたいなこと言ってたね。4日の明日の予定だったんだけど、もう一泊しようかなって言ってた。台風直撃で、うん、飛行機があれだから明後日にしようかって言ってた。買い物はチャタンが一番面白かったな。
箇所に書いてあることだけじゃわからない。ツイッターフォローありがとう、三鳥さん。泣かないで人々よ、あなたのため、明日のため、うん、濃いんだよね。ほっぺたとか首とかも入るけど、こっち側は反っててもざもざなんだけど、こことここも反って、あとほっぺた反ってる。でしょ、うまい、うまいね。ロブスターがうまかったね。ヒゲは特徴出るからね。でもね、やっぱ神様ってすごくて、その人に合うヒゲとか、まあ、体毛似合わない人は似合わないように生きてるよ。だから、その自分なりのヒゲを楽しんだ方がいい。神様は自分の顔立ちにうまく、生えてかっこいい人には生えるように作ってるし。あとは整えるだけね。清潔感なくなるから。レッドロブスターあるあるある。昔、クモン流若いから知らないかもしんないけど、CM あったん。てるてててててててるてるてるてててるてててるてるてるてててるてるてててててんて。知らないでしょ、レッドロブスターって。癖なんだ。いいじゃん。和道さん失礼。ご無礼な点ありましたら心より。あ、全然全然やめてください。キューピーさん有名だから煽ってくるリスナーとかいるけど気にしないでください。さっきブロック入れたんだよ。うちのリスナーさんじゃないんだよ、あの人は。昔からフォローしてるリスナーさん、キューピーさん煽んないっすよ。うん。曲は知ってる？そう。最近バブル弾けて店舗数少なくなったけど、結構あるよ。東京にもあるし。10代の時っていうかね、俺指生え始めた時、指もこんな生えてんのよ。これ、こういう乳首に毛生えたり、指とかに毛生えんのもう嫌で、抜いたり剃ったりとか頑張ったけど、でもね、いつからか、あんまりもうやめようと思って、そういうの。もう、こういう風に生まれたんだから、つって。そういう、無駄なあがきをやめたね。昔はコンプレックスあったけど、その体育祭とかさ、毛あるの嫌だなと思ったけど。指とかも毛生えるからね。でもまあ、親父もこんな感じだし、もういいやと思って。10代気にするよ。やっぱ女の子とかデートで嫌がられないかなとか、あとやっぱ友達にからかわれんじゃん。なんでお前そんな毛、そんなところに毛入ってる。ロブスターはめちゃめちゃうまいよ。あ、クモン流抜いてんだ。若いからね。まあ女にね、モテたいしね、恥ずかしいから。でもだんだん気になんなくなってくるよ、そういうのは。毛深い人好きっていう女の子もいるし。俺の業だからね、受け入れていかないといけない。カルマだから。親父からもらった DNA、 親父とお袋からもらった体だから、しょうがない。毛が多いんだ。もっと濃くなるよ。今20代でしょ、クモン流。もっと濃くなるよ。でもまあ顔イケメンだからいいんだよ、優しい顔してるから。あとあれだぞ、クモン流、あんまり喧嘩で絡むな。誰々喧嘩売るとかやめろ、お前モテるんだから。まあ濃くなる濃くなる、もう30超えたらどんどん、20後半ぐらいからどんどん濃くなるよ。あんま喧嘩売んなよ、クモン流。お前有名になれるよ、俺が保証する。ただ、あんまり喧嘩とか良くないよ。喧嘩強いんだろうけどさ、自信あるんだろうけど、お前がつけた力はさ、誰か守るためだよ。うん、自分から売らなければそれでいいけど、売られたらね、買ってもいいけど、せっかくイケメンだしさ、あれなんだから、有名になれるんだから。そしたらあれだよ、みんなに愛されるよ、クモ
本流は。親父から脇顔もらった23か。結構年だな。19ぐらいだと思った。童顔だね。もっと若いのかと思ったわ。あー、それ空気そうかそうか。じゃあ俺の誤解か。悪かったわ。いまだに年隠される。色塗り終わる。ありがとう、みやみや教えてくれて。めぐめぐさん、こんにちは。めぐめぐさん、こんにちは。もうなんか、色が黒くなってさ、地黒になってさ、空が明るいからさ、コントラストがカメラがバグるんだよ。顔認識機能がどっちを優先したらいいのってなんだけど空の方優先したらいいのって、それとも黒い方優先したらいいのってコントラストがめちゃくちゃになるんだよね。現地の人だよね。いや、売ったけどやっぱそうだね、俺も売ってたね。俺も駆け出しの頃はキューピーさんに喧嘩売ってたね。赤松やめこ、キューピーこの野郎っつったら、わざ、わざお前焼きそばパンやないか、お前の髪型っつってあしらわれた。あとお前髪型どないしとんのやお前、焼きそばパンだよなっつって、全然喧嘩買ってくんなかった。あ、ツイッターとオフワッチフォローありがとう。あ、ありがとう、クモンリュー。そうそうそう、キューピーさんは昔から可愛がってくれてる。喧嘩突行くとネタにされるの。チケラッチョって言ってみろよ、ワドつって。お前はあれやろ、チケラッチョやろつって。面白いよね。そう、焼きそばパンみたいな髪型してたの。そう。で、キューピーさんが焼きそばパンって言ってからしばらくそう言われてたもん。やめとけ、アリス。だいぶもう4年ぐらい前の話ね。だいぶ焼けたね。完全に現地の人だよね。完全に現地の人になったね。真っ黒じゃん。真っ黒になったな。すげえな。そう。あの、サイドをこう、ツーブロックにして、ここパーマかけてたの。そう。あー、すっごい髪の毛抜ける。びっくりする。ここ2、3日で髪の毛の抜ける量半端じゃない。ダメージヘア。すごいよね。日差しでね、皮膚やられて、もう抜けまくってるよ。あ、いや、クリーム塗ってる、ちゃんと。あの、ローション。日焼け止めのローション塗って。そう。だから、綺麗に焼けたね。テルはね、あの、日焼けクリーム塗らなかったから、あの、ちょっとね、赤焼けしてる。そうそう、キューピーさんから喧嘩売ってるのは見たことない。昔から。キューピーさんはすごくみんなに慕われてた、リスナーさんから。おらついたりも一切しない。ただ一人だけ、その、温厚なキューピーさんを、あの、ブチギレさせた人物がいる。誰だと思う？キューピーさんは絶対に誰にも自分から喧嘩を売ったことないし、温厚でリスナーさんから慕われてたんだけど、たった一人の男はね、あの、その温厚のキューピーさんをぶち切れさせたやつがいて、それは面白かった。おい、ヤクザがよ、お前配信語ってんじゃねえよ、この野郎。おいっつって。あ、てめえよ、おい、落書きしてよ。なんなんだよ。最終的にはね、キューピーさん、どうもすいませんでした。つって土下座してたね。違う。ちゃんま。3年前ね、フルボッコにされてた。キューピー、悪魔のキューピーバーサスうなちゃんまんって結構伝説だよ。どうもすいませんでした。つって。ピタって土下座してた。あれ何日間ぐらいだったっけな、相当大喧嘩してたよ。いや、マジマジ。
ていうか、悪魔のキューピーさんってすごい有名な人なの、ニコ生時代に。クモン流若配信者だから知んないと思うけど、万人コンビを一瞬で作ったの。デビューしてもう3ヶ月ぐらいで1万人のフォロワーいっちゃったの。アキムいらっしゃい。いや、チューさん、全然似てないっすよ。自分全然似てないっす。いや、あの、屋久島で、行くの夢だったんですよ。いや、すげえ綺麗ね。いや、配信電波あるかわかんないっすけど。チューさんも行く？え、パクろうよ、俺と。ね。全然パクる人、DM ください。伝説だったよね。いや、チュー、いや、チョも来るっしょ。いや、チョコ、行こうよ、屋久島。はい、どうも、キューピーでーす。悪魔のキューピーでーす。キューピーさん、やばいっすね。まだ絡んだことないですけど、よろしくお願いします、キューピーさん。はい、ヒカル君、ありがとう。自分の気持ちだから受け取って花火、つって。あざす。キューピーさん、すいません、あざす。おい、俺にもよ、花火投げろよ、つって。マエさん、おっぱいに溺れてんの？休憩中？ちえちゃん。でも、ヒカルくんのクオリティが多分一番高いと思うよ。なかなか壺に入らない金梅さんが壺に入ったぐらいだから。リスナーさんが、だって金梅さんのリスナーさんがびっくりしてたもん。こんな壺ってる金梅さん初めて見たっつって。一人コント全然できるよ。一人コラボできるよ。あのシーサーにテルが真剣に色塗ってると思うのでは。いや、そのシーサーがまたひどいからね。なんかもう、小学生が作ったようなシーサー。くしゃみしてるだろ。やばいっすね。ワードさんやってますね、これ。やっちゃおう。ワードさん、真似してるわ。喉痛えな。あ、フォローありがとう、三つのりさん。フォローありがとうございます。もしよかったら皆さんフォローしていってください。あ、本当ですか？ぜひ悪魔のキューピーさんもフォローしてください、皆さん。よろしくお願いします。お、久しぶり、いちご。悪魔のキューピーさんもフォローできるんで、クリックしたらフォローしてください。ね、多分冷房でやられてんだよね。風邪ひいちゃって、頭痛いし、鼻水と喉やられて。絶不調ですね。すっごい髪抜けた。ほんとびっくりした。抜けまくってたもん。ごっそり抜けたの久々だよ。シャンプーしてたらブワー抜けて、えって思ったもん。やばかったよ。ママさん、こんにちは。やばい、超抜けた。
都市はまだ強い。風強いね。台風だから今。あ、そうなの。キューピーさんと相互フォローになってんだ。キューピーさんにすごいお世話になってるよ。風すごいっすね、ちょっと。ごめんね、聞き取りづらくて。台風だから今。うん。いや、切るよ。もう、長くなっちゃってるから。単発にする。まだもうちょい言おうかなと思って。で、帰り大阪に行って、大阪で、プラプラして、で、夜行バスで帰るよ。疲れどうだった、いいのできた。ちょっとみんな、俺がやらなかったやつ見せていい、完成品見せてもらってもいい。リアゾーズ見てよ。これ開けていいの。マンスリーランキング、キューピーさんがテル今いくつだって言って大丈夫っていう発言をしてる。テルには負けないって。あこれすげえ。これシーサーじゃなくねえかこれ。これに色塗ってくださいって言われたんだよ俺。これ1600円だっけ。これ1600円、これ2100円なの。これに色塗ってください、選んでくださいって言われたの。もうお前、カラーリングのセンスいいぞ。こっちは、違う。こっち2発って、俺今8発なの。で、マンスリーランキングテル今いくつなのってやって。そう。で、夜投げるって。爆投げするって。色彩感覚いいね。言うけど300、500発くらい上げたとしても負けんな。あ、ありがとう、池袋、北口さん。300発、500発上がったところだよ。そうだよね。マジか、世界で。うわぁ、マジかよ。マジかよ。10発上がった。池袋、北口さん、ありがとう。マジかよ。10発上がった、いきなり。無理だった。多分、今日500発ぐらい上がんないと、テル越せない。まあ、余計になるんじゃない。もう今、一人の人がファンだって言ってたから。やば。ほんと囲われてるよな。いいリスナーさんだよな。まあ、夏美、ファンタスティックが投げたらこれもらえるんだぞ。いらねえ。いらねえ。今2発だね。花火ありがとう。ファンタスティックでうまくれるから。そう、形はできてるやつに色塗るんだけど。ここタバコ吸えんの？吸える。沖縄タバコ吸う？バイオレットっていう。吸いたい。ちょっと待って。これ抜けていたのは分かってた。いや、バイオレット。これうまいの？いや、まあ、まずくはないけど、うまくもない。安いタバコ310円だって。沖縄タバコ。あ、そういう感じか。締めじゃないよ。テルチャンピン、え？ T 待ってるか、配信見てない。テルチャンピンいるよ。ファンタスティックあげた匿名さんにあげるよ、もう。残り1分だよ。あ、4時間配信終わんの？あ、違うか。時間制限。時間制限で花火で。10分で。たまにはピンポイント投げて。あ、それは明日のイベントやな。明日で。テルチャンピン T シャツ持ってんの？これじゃないか。ダメやね。テルも面白いよ、すごい。テルの放送見て。焼けたな、黒くなってるな、やっぱ。テルの方が黒い。もうめっちゃ黒だったよ。黒い。ギャル王だよ、ギャル王。ギャル王だよ。ありがとうございます。テルに勝つにはあと500発ぐらい足りないです。
テルにマンスリー勝つために500発ぐらい足んないっす。1日500発上がったところでやるな。こうちゃんです。はい、終了。誰に、匿名さんです。匿名さん、匿名さんに郵送花火屋さんやけど勝ちします。キューピーさんが本気出すわ。キューピー財団が動き出すから。キューピー財団がついに動いたぞ。みんな今日の夜は、あの、神会だから。今日の夜は、あ、そうなんだ。他のお土産あるから、ね、大丈夫。もうガングロだよね。そう買ってたもんね、車に。車にすげえ買ってたよ、テル。あ、でも40個買わなかったね。マジで。あれで20個やったね。それは一人一人送るんじゃなくて、なんかこう企画をやんの。なんか今からじゃあ何々した人とか。いや、もうとりあえずお土産は、うん、もうあの自腹、自分の自腹で、おう、もういろんな人に、もう送料込みで、へえ、もう全部あげるっていう。いや、でも優しい。自分が欲しいものを要求されるんやったら、うん、振り込んでください。あ、まあそれそうだよ。歌めっちゃうまいよ。一回カラオケ、初対面の時カラオケ勝負やってボロ負けしたの。92点ぐらい取ってたよね、テル。俺がね、85点ぐらいだった。あ、テル、鍵ありがとう。うん、どうしよっか、姫より行く。業者並みに買うから俺。じゃあみんな行こう。雨降ってんな。危ねえ危ねえ。機材壊れるもん。テルの歌はマジでうまい。あのライブハウスの店長やってた俺が言うんだから間違いない。テルはボイトレとか発声法ちゃんとプロに学んだ。プロいけるぐらいうまいよ。声質がめちゃめちゃいい。あ、置いてくの？うん？置いてく？あ、歩いてるんですか？あ、そう。うん、オッケー。大丈夫？え？ちょっと待って、財布取る。これ、ホタルガラスで。まあね、まあ、シーサーシベットグループとか、明日、夜から緊急ガラス。じゃあみんな姫ゆり行こう。姫ゆりの塔では配信できないから一回切るから、近くまで行ったら。姫ゆりの中はごめんね、配信はできないと思う。一応聞くには聞いてみるけど。あのね、違うんだよ、あの施設だから、あの国とか県の施設だから、そこは建物内だから、あのできないと思う。県か、すいません、2つお願いします。どうもありがとう。
とんでもないです。パテルの分も買ったよ。お願いします。はい、ありがとうございます。これはどこにお供えすればいいんですか？月当たりに献花台があります。月当たりに、はい、ありがとうございます。わかりました。買いましたよ。姫百合の塔の献花を買いました。ありがとうございます。500発で並ぶぐらいですね。500発で並びますね。献花台行きましょう。ちょっと雨がひどいね。じゃあちょっと配信ここまでになります。もう施設の中に入るんで、ここまでになります。ちょっとお祈りさせてください。ここが姫百合の塔なの。これが、ここがね。これ。今、そうそう。あ、ここが姫百合の塔なんだ。ちょっとみんな、思っとるやつと違うけど。ちょっと違ったわ。そう、こんなに。お祈りした方がいいんじゃない？じゃあ皆さんちょっと勉強してきます。皆さんちょっと中の塔で資料とかを見て勉強してくるので、また後で夕方放送するんでよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと勉強してきます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。